Verifique a classificação indicativa. お待たせいたしました。先日発表されたばかりの話題のタイトルです。モンスターハンターライズ、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼、こちらのタイトル2つのプレゼンテーションを始めていきたいと思います。なお、このプレゼンテーションは英語、中国語の翻訳を行っております。カプコン TGS 公式サイトにて多言語のチャンネルのご案内をしていますので、ご希望の方はぜひそちらからご覧ください。それでは本日ご紹介をいただくのは、モンスターハンターライズプロデューサー辻元良三さん、ディレクターの一ノ瀬康則さんです。お二方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。プロデューサーの辻元です。よろしくお願いします。辻元さん、よろしくお願いします。はい、はいはいはい。ディレクターの一ノ瀬です。よろしくお願いいたします。辻元さんもよろしくお願いいたします。はい、さあ辻元さん、はいはい、昨日ですね、もうすでに TGS オンライン2020ということでまた生放送があったと思いますが、うん、そちらでもご紹介いただいておりましたけれども、こちらの放送ではどんな情報をお届けしていただけるんでしょうか。はい、今回ですね、前から、皆様にお約束しております、これ世界初公開となりますけど、実機での、プレイを皆様にライズの方をお見せしたいと思っておりますので、はい、楽しみにしていただけたらと思います。はいはい、ということで世界初の実機プレイをこのお時間に皆さんにご覧いただきたいと思っていますが、まずは最初は今日は何からご紹介いただけますでしょうか。はい、ですね、まずはですね、プロモーション映像を見ていただきたいんですが、これ発表の時に、プロモーション映像1個、公開させていただきまして、昨日またそこのちょっとだけ、はい、間のシーンが変わってるやつを公開させていただいたんですけど、今日はそちらのバージョンをまず見てもらいたいと思います。どうぞ。文が届いたぞ。近々百竜夜行が起こるそうだ。はい、ということで映像の方からまずはご覧いただいたんですが、
気になる要素がありすぎるっていう方が多いと思うんですけども、まずはこのモンスターハンターシリーズの最新作モンスターハンターライズ、どういったタイトルなのか辻元さんからご紹介いただこうと思います。はい、そうですね、今回ですね、手軽に遊べる任天堂スイッチということもありまして、いつでもどこでも誰とでも気軽に楽しめるモンスターハンターっていうのをコンセプトに、作っている、モンスターハンターの最新作となりますと。で、今回ですねモンスターハンターライズという名前を付けさせていただいております、はい、でこのライズって付けた理由がですね、いろいろ候補とかもあって悩んだんですけど、この、今回すごい軽快なアクションで、後で実機で見てもらいますけど、すごい高いところとかに駆け上がっていったりとか、かけり虫っていうのアクションを使ったりとかして、そういう軽快なアクションで登っていったりとかできるので、そういうイメージも込めてライズって今回付けさせていただいております。はいはい、そしてですね、この、モンスターハンターライズがどういうゲームなのかというのをですね、まずは実機の前に軽く、おさらいも込めて皆様に紹介したいと思います。まずはアクションについてですね、こちらを、映像を見ながら、一ノ瀬の方から説明していただけたらと思います。はい、では一ノ瀬さんお願いします。はい、そうですね、こちら、ハンターが携帯しているかけり虫と呼ばれる虫によって、繰り出される新たなアクションになります。はい、今あったように険しい、崖や道がないような場所とか、そういった場所でも高速で移動できたりとか、また、PV でもありましたように、武器仕事に、かけり虫を使った特殊な攻撃とかも、出せたりとか、するようになっていますので、新たなハンティングアクションっていうのを体験していただくことが、今回可能になっております。はいはい、このかけり虫のアクションというのはですね、ちょっと今移動で使っているのが目立ちますけど、攻撃とかにも、今やってますね、使えますので、このかけり虫が入ることによってより今までのアクションからそのバリエーションがより出てくるという内容になっております。また今ちょっとエリアでこのフィールドで、プレイしているシーンが映ってますが、今回ですね、拠点からクエストを受注して、クエストを行った先のフィールドでは、ロードなく遊んでいただく内容となっています。はい、はい、はいですね、フィールドの方ですね。でこちらタイシャートという、今回新しく登場する、フィールドなんですけど、荒廃した社などの、の建造物などが点在するような、フィールドになっております。映像の方に、あったような形に、ですね、はいはい、こちらの大社とはですね、後ほどの実機プレイは、このフィールドで皆さんにお見せしますの で、実際に動いているところをここは、お見せできます。後ほど、はいはい、では後ほどこちらのエリアもゆっくりご覧いただこうと思います、はい、さあそしてプロモーション映像の方なんですが、気になることといえば音もなんですけども、新しいお供の方もご紹介いただいていいでしょうか。はい、そうですね、お供なんですが、新しいお供として今回お供ガルクというものが、登場いたします。お供ガルクはハンターと、連携した、攻撃を行ってくれたりとか、あと今、映像の方に出ていますようにハンターを背中に乗せて移動できたりとか、攻撃なサポートっていうのをいろいろと、行ってくれる、お供になっております。今ガルクに乗ってる間ってのはプレイヤーが自由に操作できまして、普通ハンターが走るとスタミナとか減っちゃうんですけど、ガルクに乗ってる間はスタミナを消費せずにフィールドを素早くどこまでも駆け巡ることができたりとかするのが特徴になっております。またこのガルクの上に乗っている時に一部アイテムなどはまた使えますので、後ほどちょっと見せればなと思っておりますので、はい、ご期待ください。はい、シームレスです。さらにスタミナも消費しないとなると、かなりストレスフリーですね。そしてお供アイルはもちろんいますよね。はい、もちろんお供アイルも出てきまして、皆さんをサポートしてくれます。はい、で今回ですね、先ほど紹介したガルクとお供アイル、いるんですけど、これ一人でプレイするときはですね、2体のお供キャラクターを連れていけますので、はい、組み合わせは自由に、お供アイル2匹でもいいですし、ガルクとアイルでもいいですし、ガルク2匹でもいいですし、そこはプレイヤーの方はご自由にというところです。でまたですね、マルチプレイの時は1人1体連れていけますので、それもアイル連れて行ってもいいですし、ガルクでもいいですし、またもちろん連れていかないっていうこともできます。自分1人で
っていうのも可能にもちろんなってますので、はい、そこはもう全てご自由にしていただけたと思います。はい、結構賑やかになりますね。そしたら賑やかになりますね。4人に対してプレイヤー4人にお供キャラが、はい、そうですね、4匹、はい、楽しみ。そしてモンハンといえばやっぱり気になるのはモンスターだと思うんですけれども、はい、一ノ瀬さん、新しいモンスターの方のお話も少しできますか？そうですね、簡単にだけ紹介させていただきたいと思います。はい、モンスターハンターライズの方で、まあ、メインモンスターとして、今回登場するのがこのオンコリュウマガイマガドというモンスターになります。うん、まあ、名前のオンコリュウの、由来の通り、まあ、執念深く獲物を、追い回すような我流種のモンスターになっております。ちょっとまだね、こちらのモンスターの情報っていうのはこれから追って、出していこうかと思いますので、まあ、ちょっと詳細の方はお待ちください。そしてマガイマガド以外にも新しいモンスターとして、うん、明けのシルムやおさえづち、四つ見和道といった、まあ、個性的な、新モンスターや、まあ、それ以外にも、過去シリーズのおなじみの、モンスターとかも、これから登場していきますので、まあ、ご期待くださいって感じですかね。はい、はい、まあ、映像の方にもね、あの過去作から言うと青柱とかもそうですね、あの、はい、ちゃんと紹介 してないのもいる、今言いますけど、あの、見ていただければ過去作から出てってるモンスターもいますし、あのもちろん、新モンスターもまだ発表してないものもいますし、あのシリーズからのモンスターもまだ発表してないのいますんで、そちらはあの今後期待してください。はい、はい、というわけで、まあ、実機プレイ行った方がいいですよね、多分ね。はい、皆さん、そちらの方お待ちかねだと思いますので、はい、はい、まあ、おさらい的な説明はこれぐらいにして、はい、実機プレイ、お見せしたいと思っております。はい、はい、ではここから世界初の実機プレイを見せていただこうと思います。今日はどういったプレイを見せていただけるんでしょうか？はい、今回ですね、先ほどありましたフィールドは大シャート でかけり虫がやっぱりアクション今回かなりポイントになってきますので、実際どうやって移動の時とか使っていくのかとかっていうのをちょっとお見せしたいと思っております。あと、お供キャラとしてはガルクとアイル1匹ずつ今回連れてますので、はい、ガルクの方、まあ、中心になると思いますが、そちらの説明もさせていただきます。で、クエストの方に出てくるモンスターとしましては、四つ見和道、これのモンスターが新モンスターですので、はい、そちらの動きとか、合わせて、今回ですね、双剣をプレイヤーは装備してますので、双剣の、はい、今回のアクションっていうのも合わせて、ご紹介したいと思っております。はい、スタンバイはいけてますね。じゃあ行きましょうか。はい、では実際に見せていただきましょう。お願いします。はい、こちらが、まあ、先ほど説明にありましたタイシャートの、キャンプ地になります。まあ、ここからハンターが、フィールドの方に、行くって感じになりますが、一旦ちょっとね、キャンプの方ちょっと行ってみましょうか。ちょっとフィールドもぐるっとちょっと一回もう少しで回ってみます。うん、キャンプのところこんな感じになってます。スタートのキャンプのところは、はい、まあ、竹林とかね、うん、ちょっと、向こう側に犬のような形状をした岩、うん、山みたいなのがあったりとか、はい、綺麗な川があったりとか、澄んだ川が、そうですね、空気が良さそう、うん、気持ちよさそうなフィールドですよね。うん、はい、じゃあキャンプ入ってみますか。はい、はい、まあ、こちら、キャンプの、まあ、テントの中では、うん、アイテムボックスや、まあ、お供ボード、ここで、まあ、お供の切り替えとか、あと、まあ、食事ですね、里の方で、まあ、食事とかし忘れた場合には、こちらで取ることができたりとか、あと、まあ、アイテムボックスの中もね、アイテムの入れ替えだったりとか、まあ、装備の変更が、可能になっております。まあ、今回ね、装備の方14武器種か、うん、はい、一応、過去シリーズから引き継いで、うん、できるようになっていますので、まあ、どの武器が登場するかって期待されている方は、まあ、一通り出ますので、まあ、また順次武器の方は、紹介していきますのでお待ちくださいって感じですかね。うん、いちいち触れるべきところじゃないんですけど、お金めっちゃ持ってましたね、はい、今私も気になったんですけど、まあ、お金めっちゃ持ってたな。羨ましいなと。このハンターさんはちょっといろいろとね、そうやな、稼いだんでしょうね。開発中ならではのことです、はい、あれは、はい、気にしないでください。はい、そして、まあ、画面見ていただいたら今、使っていただいた、まあ、かけり虫の、はい、なんですけど、プレイヤーの下足元らへんですねに、
虫の形したゲージがあると思うんですけど、これが、かけり虫のゲージになっております。まあ、1回使うとかけり虫が戻ってくるまでは、ゲージが、回復していって、で、まあ、溜まると再び使えるみたいな感じで、基本的にはこの、2匹を携帯しているような感じになっております。空中でもこのようにね、待機できたりとか。ここも乗れるんですか、テントの上も。あ、そうですね、はい、フィールド内であれば、いろんなところにかけり虫を使って、動かすことができたりとか、まあ、かけり虫も、真横に移動できたりとか、あと斜め上に、移動できたりとか、あと先ほどから、まあ、エイムもついてはいるんですけど、このエイムの方向に向かって、飛ばすこともできたりとか、まあ、結構、自由度が高いような作りになっていますので、まあ、ユーザーのお好みに合わせて、使っていくって感じになりますかね。まさかそこも登っていけるんじゃないですか、あの犬みたいな岩のところに。はい、かけり虫がねちょうど、2匹とも出払ってた場合は、ちっちゃな小ジャンプみたいなことして、で、それで崖に、登れたりとか、そういったこともできるようになってはいます。そして今ちらっとやっぱこういうところに行くと採取ポイントがあったりとかするんですね。カンカンできる。まあ、フィールド内いろいろとちょっとね、探してもらえると、こういった隠された採取ポイントだったりとか、まあ、そういったものがありますので、まあ、できるだけねこう移動してて楽しいみたいな、うん、まあ、そういった、ゲーム、っていうのを、目指して作ってのを、コンセプトにあったりとかします。はい、すごい高いところにいますね。気づいたらこっから降りても大丈夫なんですよ。でもすごいヒュッてします。あ、そっか、降りるときもまたちょっと使えるんですね。そうですね、まあ、あのままストンと落ちてもあのダメージが負ったりとかしないので、そこでダメージ負いたくないですね大丈夫です。はい、はい、あと、ですね、先ほどガルク PV の方でも乗ったりとかできたんですけど、まあ、画面の右下に、まあ、アイテムのスライダーが、ありはします。その隣に新しいちょっとメニューっていうかがあると思うんですけど、はい、これがアクションスライダーと呼ばれる、メニューになってまして、こちらの方であのガルクの方に命令とかを、音に命令ですねすることができるようになっています。まあ、それで命令するとこのように、乗れたりとかして、プレイヤーが乗ってる間で、ジャンプだったりとかダッシュですね、走ったりとか、まあ、そういったことが可能になっております。まあ、ジャンプを使うことによってね、ある程度のこういった地形とかも、はい、乗ったりとかできるので、まあ、高いところに関しては、無理ですけど、多少のところであれば、基本的にガルクで走破できるような感じの設計にはなっています。うん、じゃあちょっと、降りてみましょうか。はい、あと他に、実は、まあ、ちょっと簡単なコミュニケーションみたいなのもちょっとガルクだったりアイルと取れまして、まあ、待てって、お願いするとで、お手とか、ちゃんとしつけられてる。はい、で、まあ、アイルもですけど待ってる、ちょっと猫じゃらしで、ね、遊んであげたりとか、はい、まあ、特にゲームに何かあの関係してるもんではないんですけど、はい、まあ、こういった簡単なコミュニケーションみたいなの取れてで、まあ、ちょっとこの自分のお供とのコミュニケーションじゃないですけどみたいなのが取れたりとかっていうのもちょっとできるようになっております。うん、じゃあ行きますか。もう行っちゃいますか。じゃあ、そうです、ね、フィールドの方に、はい、シューッと行く。ですね、まあ、この、山を駆け下りると、おう、こちらのフィールドの方に、まあ、メインのフィールドですね、方に降り立てます。まあ、こちらの方のところでですけど、まあ、先ほどアクションスライダーの方から登場ができるというふうに説明させてもらってましたけど、はい、まあ、ガルクの近くで A ボタンを長押しすることでもこのように乗れたりとかできますので、まあ、わざわざコマンド入力しなくても、まあ、簡単に、乗れたりとか、あと走りながら、ね、乗ったりとかそういったこともできますので、使っていただければと思います。で、今いろいろとガルクの上でアクションしてもらってますけど、まあ、回復アイテムとかが使えたりとか、そうですね、はい、まあ、砥石が溶けたりとかそういったことも、できますので、いろいろとねこう単純に乗って移動してるだけではなく、モンスターを追いながら回復したりとか、まあ、いろいろ、そういったこともできますのでって感じですね。
でさらになんですが、はい、まあ、この画面のところで今緑色に見える、まあ、人玉鳥っていうあの環境生物になるんですけど、まあ、これを取得することによって、実は、体力が増えたり、まあ、ステータスですね、スタミナが増えたりとか、そういった、いろいろな、パワーアップ要素とか、まあ、このフィ、ステージ内でクエスト内ですね、クエスト内で、パワーアップするようなことが可能になっております。ちょっとね、今四つ目ワードをちょっと遭遇しちゃったんで一旦ちょっと離れましょう。そして今ゲージの方が3つに増えたんですが、はい、かけり虫の、ね、ゲージが、まあ、普段は、2匹まで、持って、携帯してるんですけど、まあ、野生のかけり虫みたいなもんが、環境生物にいまして、それを取得することによって、このステ、クエスト中か一定時間なんですけど、一定時間経つとちょっと逃げちゃうんですけど、はい、その一定時間中は、まあ、3匹使うことができるんで、より、まあ、ガルクに頼らずとも、いろいろと、こうステージ内を、通常よりも駆け巡ることができたりとか、そういったものも可能になっております。はい、で、まあ、どうしました、はい、今回のこのそうこういうステータスアップって、今までこう体力 の, そのステータスを上げるアイテムとかもあったんですけど、はい、まあ、そういうのは、まあ、存在は当然してるんですけど、それにプラスしてステータスを上げていけると、そうですね、はい、まあ、体力とかスタミナとかそういったものをちょこちょこ集めながら、まあ、モンスターまでのルートっていうのを、自分で決めて、まあ、遊んでいくみたいな感じで、まあ、ちょっとフィールドをどう、進んでいくかっていうのもちょっと戦略性みたいな、遊びの一つに、していたりとかしています。はい、はい、で、今ちょっとね、そこに、花があるんですけど、まあ、このマガタマソーところに、自分が所持している、まあ、自分が所持しているかけり虫とは別で、はい、まあ、大きなかけり虫を、放つことによって、まあ、フィールド内をより探索しやすいようになるような仕組みとかも、まあ、フィールド内に、仕掛けていたりとかしますので、うん、まあ、徐々に、まあ、フィールドとかを探索していく上で、より攻略がしやすいような、うん、形に、自分の、プレイスタイルによって、変えていけるみたいな、まあ、そういった要素も、加えています。はい、あ、ちょうどありましたね、はい、取っ手で、まあ、この人玉鳥の耐久力が増えるやつですね。で、まあ、モンスターと立ち回るというか、まあ、狩猟するようなゾーン、エリア以外にもこういったちょっと脇のサブエリアって呼んでるんですけど、はい、こういったところには環境生物が、まあ、大型のモンスターが入ってこないような、ところのエリアには環境生物がたくさんいたりとか、うん、あとこのちょっとね、武器を振ると壊せるような、はい、草などがあったりとかして、まあ、その中に、環境生物とかが隠れたりとかするので、まあ、そういったものを取ったりとかして、強化したりとか、まあ、実際には、強化することなくとも、まあ、アクションが得意な人であればそれだけで、モンスターに挑むことも全然可能だったりとかしますので、はい、でさらにちょっと、まあ、いろいろと環境生物がそこら中にいるんですが、うん、これもアメフリツブリっていう、うん、両部生物と呼ばれるアイテムのように、はい、使えるような環境生物になっています。まあ、ステータス上げるようなやつがいたりとか、このようにアイテムとして使えるようなものがいたりとか、まあ、いろいろいますので、ちょっとまた、追って情報とか出していければなと思っております。はい、上にあの建物みたいなのも登っていけるのかな、どうでしょうね、どんどん行きますね、はい、こんなとこも全然登れます。ガルクすごい、まあ、ガルクで登ったりとか、まあ、ガルクがいなければ、かけり虫で、登ったりとか、まあ、そういったことも可能ですので、うん、まあ、いろいろ、自分なりのプレイでちょっと試して探索の、まあ、楽しさっていうか、まあ、そういったものをちょっと、見ていただけたらと思いますね。はい、こら、よし、うん、よしよし、こう慣れてくるといろいろとこのかけり虫使って移動とかそういったものが、格段にしやすくっていうか、まあ、変わってくるので、そういったところも、楽しさの一つかなと思っております。というわけで、そろそろ先ほどの行きますか、はい、四つ目さんの方に、四つ目窓行くか、はい、行きましょうか。今も近くに
いるんですね。そうですね、動いてますけども2番のエリアからちょうど、こちらにやってきたみたいですね。あ、来た来た来た、はい、あの今回ですねペイントボールはないんですね。はい、あのどこにいるかっていうのはもうあらかじめ分かるようになってて、はい、であの討伐してるモンスターだったら実際にどのモンスターハテナじゃなくてどのモンスターっていうのが出るようになってます。はい、ちょっと見せれなかったんですけど、うん、クエスト開始時にあの福づくと呼ばれる、まあ、あのフクロウ型 の, あの小型の生き物がいるんですけど、まあ、それを放って、まあ、モンスターの位置を最初に、把握するっていうような、形で、まあ、モンスターの居場所が分かるっていうような、うん、はい、今回仕様になっております。はい、じゃあ、ね、はい、この四つ岩洞ですね。はい、四つ岩洞の方なんですけど、まあ何回かとお話とかもさせてもらってるんですけど、まあ、食欲が旺盛で今も今パクパクと、ね、はい、食べてはいるんですけど、砂利とともに、餌を捕食することで体を、まあ、体型をこのような感じに、まあ、ちょっと太らせて大きくなって、はい、そうですね。で、まあ、このようなちょっと、大きくなった状態だと攻撃が、まあ、遅くなる代わりに破壊力が増すような感じの、ものがあるので、まあ、体型に合わせた攻略というのが必要になってくるんですね。はい、そして、この双剣ですね。双剣の方もちょっと、紹介していきましょうか。と、今回今もね新しく使ってもらったんですけど、鉄柱主義っていう、まあ、あの鉄柱師ってあの先ほどのかけり虫が出している糸のことなんですけど、まあ、それを使ったあの、まあ、技みたいなのがありまして、こうやって、鉄柱斬士って、まあ、各武器ごとにいくつか、かけり虫を使ったアクションがある中の一つ で、まあ、区内をワイヤーのついた区内をモンスターに打ち付けて、まあ、その部位に対して、まあ、攻撃を割っていくとより追加のダメージを与えれるみたいな、まあ、双剣専用の、技になっています。あとちょっと、見せれるかどうかあれですけど、まあ、当て身技みたいなものとして、うん、まあ、おぼろがけっていう、まあ、かけり虫を前方に放って、はい、まあ、その間中にモンスターの攻撃を受けると、まあ、カウンターが取れるような、まあ、そういった技もあったりとかしますので、まあ、今出してもらった技の最中に、攻撃を食らうと、反撃ができるみたいな、ちょっとまあ実際ちょっと出せるかどうかあれですが、頑張ってみて、これですね、ちょっと分かりにくかったかも分かんないですが、けるかいい、あと、まあ、かけり虫の、使った技は使用すると、ゲージを、まあ、1つだったりとか、まあ、技の強さによって、2ゲージ分消費するようなものもあったりとかするんですが、うん、まあ、攻撃に使うのかちょっと自分の回避とか、そちらの方に使うのかっていうのも、まあ、立ち回りを、うん、考えながら、使っていくみたいなものになっております。で今ガルクとかもなんかあの攻撃してくれてますけど、ガルクが、まあ、あの体力がなくなってもいなくなるってことはない。あ、そうですね、はい、まあ、フィールド上で、回復して、 でまたそのまま、ね、狩猟に復帰してくれるっていう感じで、はい、まあ、ガルクもお供も同じような感じですね。はい、ちょっと見てみましょう、見てみましょう、といった感じで大体、四つ岩洞のお話というか、まあ、ここら辺でもうまだ時間があるな。でもそうですか、もうちょいだけお見せします。あ、わしらとか様子だけ見に行く。どんな使い方なんですか、あわしらの。まあ、でも見たい気持ちはありますけども、様子だけ見に行こうか。あわしらだけじゃあ、うん、そこまで言うんでしたら行きましょうか、うん、でもあちょっとハテナが2つなんでね、どっちがアオアシラなんかがわからないんで、そう、片方は何でしょうね。ここはリハやってないんでわからないです、どうなるか。生放送で普通はね、やらない。あ、来た来た、賢いな、呼ばれたよ。しかも四つ岩洞いるやん。あ、あ、いいやんね。アオアシラ懐かしいですね。はい、ほらさあ宇都宮和道さんが逃げていってから、どっか行ったちょっと向こう側に行ってしまいましたね。あわしら、
まあ過去にいたモンスターとかも、うん、まあ、こうやって、まあ、それなりの数って言うとおかしいですけど、はい、登場する予定ではありますので、はい、こちらもちょっとね、ご期待いただければと思います。まさかの登場、まさかスポットが TGS で当たるとは。まあ、だいぶこの青アシア自体も登場とか久しぶりではありますよね。そうですね、はいはい。で、今回ですね、プレイしていただいて見ていただいたら分かる通りに結構プレイヤーキャラ喋るんですよ。気になってました、はい。多分シリーズの中で一番喋ると思います。でただ、もう前みたいな感覚で遊びたいっていう方もおられると思いますので、この喋るボイスの、量とかを調整できるように、はい、オプションでできるようになってますので、そこら辺は好みでプレイしていただくことが可能になってますので、すごいこれぐらい喋って、プレイしたいという方はそういう設定していただいたらでもいいですし、まあ、前の状態の方がいいという方はそういう設定にもできます、うん、はい。結構もうそこら辺もプレイヤーの、まあ、自由度っていうか、うん、はい、に任せれるような感じで、より、まあ、なんかキャラクター性を重視したいっていう人たちは、ボイスを入れてもらってやってもらってもいいですし、うん、まあ、こちらのボイスの数とかも、それなりにちょっと用意はしていますので、ちょっと、楽しみにしていただけたらと思いますね、はいはい。じゃあ、もう青アシラさんも多分これぐらいなので、そうですね、じゃないとちょっとどっか移動もう一回してみる。 まだ行きます。だいぶこれもちょっとだけちょっとだけいいですか。ちょっとだけどこ行こうか。上8通って10行って、ね、その上の今4つ見るところまで行く、うん、行ってみようか。はい、せっかくのね、年に1回の東京ゲームショーですからね。確かにそうですね。見ましょう、やりましょう、やりましょう。何をやるんだか分かんないけど見ましょう、見ましょう。ガルクさんが、うん、ようやく来てくれましたかね、はい。これも、はい、リハやってないんで何になるか分かりません。この縦横こう移動もですけど、この疾走感気持ちいいですね。そうですね、この辺が言ってた、ずっと言ってた軽快なアクションっていうところに、うん、まあ、つながるところですね。うん、そのまま13番とこの方側の方に行って岩場とか登れるだけ登ってみる。そこら辺とか何にもやってないんで、ここからは。あ、さっきの青柱のあたりから何もやってないですね。ここら辺とか、うん、ほらどんどん行きましょう。結構パルキュールみたいな感じで、まあ、こういった崖とかを走破できるような感じ で崖登ってるところも、先ほどまっすぐだけでしたけど、横に移動したりとか斜めに移動したりとか、うんうん、走ってる最中も、はい、好きなようにこういう風に、操作実は切り替えれて、あ、思ってるか簡単なもう、うんうん、操作で、まあ、かっこいい動きっていうか、うん、気持ちいい動きができたりとかするんで、まあ、そこら辺とかもまたちょっとね、触って、まあ、いただける機会がありましたらね、うん、一回試していただきたいって感じですね、はい。じゃあそこに下にもうおじ、あ、また登っちゃうか。なんかあるんですか。何ですか。いや、何もないです。もう どうなるかも全く分からない。どうぞどこに誘導していいかも分からないです、私も。そうね、今のモンスターとかも PV にいたブンブジナっていう小型のモンスターですね。ちょっと様子だけ見とくか。あいつも様子だけ。今回ちょっとマスコットキャラ的な立ち位置で、うん、この子、はい、モコモコして可愛いですよね。ちょっとタヌキをモチーフにしたモンスターなんですけど、うん、あ、近くで見ると大きい、そんな近づくのガルク。可愛い、気づいてないんですかこれ。いや、もう腹見せて全然警戒もしないこういう性格なんだ。だって聞いてなかったよっていうぐらいだからね、来るなんて知らんかったって間違いない。はい、じゃあこれぐらいにしましょうか。そうですね、はい、これ以上やるとどこまでもやっちゃうんで、今日の実機のプレイは、これぐらいにしておきます。はい、はいはい、ということで世界初の実機プレイ、結構長くお見せできましたね、思っていたより。見せたね。はい、そうですね、はい、お楽しみいただけたら幸いです。で、まあね、はい、さあということでね、はい、プレイの方もご覧いただきましたが、作品のねご紹介の方をしてきたわけですが、ここからは商品情報のご紹介もお願いできればと思います。
はい、じゃあ商品概要の、おさらいさせていただきます。発売日の方は、2021年の3月の26日世界同日発売予定になっておりますと。で、パッケージ版と、ダウンロード版両方ございますので、まあ、お好きな方をで、お願いできたらと思います。そしてですね、オトモガルクとかオトモアイルの重ね着パーツとかが含まれる、モンスターハンターライズデラックスエディション、こちらはダウンロード版で販売を予定しております。はい、まあ、このようなやつが入っているので、ちょっと細かいところはまた後ほどホームページとかでも見ていただけたらと思います。はい、はい、さあ、そういうということでね、発売が楽しみなわけなんですけれども、はい、モンスターハンターライズの方は特典といったものはあるんでしょうか。はい、そうですね、全ての商品ですね、あの数にちょっと限りがあるんですけど、かわいい、限定特典として、あの、うん、そう、オトモガルクとオトモアイルの重ね着装備、と、初心の戸籍っていうのがついてきます。はい、でガルクの方は、重ね着装備のなりきりレトリバーで、アイルの方がなりきりフォレストとなってます。もうそうですよね、犬と猫ですねこれね言ってしまえば可愛いです、はい、とっても、はいはい、そしてアミーボもあると伺っております。はい、アミーボの方もございまして、今回ですね、アミーボ3種類用意させていただきました。オトモガルク、マガイマガド、オトモアイロとなっております。でこちらはもう、ソフトと同日に発売をいたします。またですね、あのこのアミーボと、ゲームの方の連動要素ももちろんありまして、このアミーボによってゲームの方で特別な重ね着装備を入手することが可能になっております。はい、またですね、同時に発表させていただきました、モンスターハンターストーリーズ2、こちらとの連動要素も考えておりますので、今後の情報にご期待くださいというところです。モンスターハンターライズの方はですね、もう、ダウンロード版もパッケージ版も両方とも、予約始まっておりますので、ぜひお早めに予約していただけたらと思っております。はい、はい、ということでご紹介した情報随時公式サイトにもアップされますので、そちらからもチェックしていただければと思います。さあ、そろそろ終了のお時間が近づいているということで、モンスターハンターライズ改めまして2021年の3月26日発売予定となっております。そして予約の方も始まっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは最後にモンスターハンターライズお二人から視聴者の皆さんに最後にメッセージをお願いしたいと思います。千瀬さん、お願いします。はい、そうですね、番組を、ご覧の皆さん、本日は、まあ、モンスターハンターライズの、ご視聴ありがとうございました。まあ、初めての実機の、お見せできるってことで、開発指導、まあ、どんな反応を、受けるのかちょっと非常に楽しみにしておりますし、ちょっと見せる予定以外のところもだいぶお見せすることになったんでまあ、この後いろいろと亮さんと話になるかなと思いますが、まあ、それまあ、楽しんでいただけたのであれば、まあ、いいかなと思いますので、今後、情報の方、ご期待していただければと思いますので、本日はどうもありがとうございました。はい、一ノ瀬さん、ありがとうございます。では辻本さん、お願いします。はい、モンスターハンター、ライズの方ですが、2021年3月26日、資料解禁を目指して、今、制作中でございます。まだ発表したばっかりですね、今日もいろいろ情報をお伝えしてますけど、まだまだお伝えしたいこともいっぱいありますので、今後の情報をぜひ注目していただけたらというところと、あの各種 SNS とかで、アカウントを持ってたりとかもしますので、ぜひそちらの方フォローしていただいて、そちらの方でも、情報をちょっとあの入手していただけたらと思ってます。はい、はい、辻本さん、ありがとうございます。ということでモンスターハンターライズは以上となりますので、一ノ瀬ディレクターによるご紹介はここまでとなります。一ノ瀬さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、それではここからは辻本プロデューサーと一緒にモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼に関してご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、では、ご紹介させていただきたいと思います。モンスターハンターライズ と、同じタイミングで、発表させていただきました、モンスターハンターストーリーズ2破滅の翼というタイトルになります。こちらの方発表の時にですね、映像の方を公開させていただいたんですが、そちらを、再度、今回、今から見ていただけたらと思います。お願いします。
を感じる。この子がレドの絆石とレウスの卵を託されたのは運命なのかもしれん。よかった、生きていてくれて。もう会えないと思っていたから。ハラハラドキドキだけど、きっと大丈夫。レド、月が来て。早く！レウスの力を見ていない。破滅の力を見極めるのが、俺たちの任務だ。各地でレウスがどこかへ渡り、行方が分からなくなっているの。アンジャム！さあ、まずはプロモーション映像からご覧いただきました。それではモンスターハンターストーリーズ2破滅の翼、ご紹介お願いします。はい、こちらの方もですね、先日発表、させていただいて、皆様に反響いただいておりまして、本当にありがとうございます。ちょっと本作説明させていただきますとですね、アクションの方の、モンスターハンターの方はプレイヤーの皆さんハンターになっていただいて、まあ、モンスターを狩るという、設定になっておりますが、モンスターハンターストーリーズの方にはですね、ではですね、こちらもアクションではなく、まずジャンルが RPG のジャンルとなっております。はい、皆さんはですね、プレイヤーの皆さんはハンターではなくてモンスターライダーというですね、まあ、モンスターと絆を結ぶことができる種族になってプレイしていただきます。でもちろんですね、ストーリーズ RPG ですので、シナリオが進行していってまいりまして、モンスターハンターの世界をですね、思う存分体験できる RPG となっております。はい、ではですね、少し世界観の方説明させていただきます。はい、まずですね、すべてのレウスがどっかに去ってしまった世界に、偉大なライダーのレドの血を引く主人公、これプレイヤーの皆様になります。はい、そしてですね、卵を託した竜人族の少女が出会い、破滅の翼をめぐる壮大な物語が幕を開けることになるんですね。はい、プロモーション映像でもありましたが、はい、すでにリオレウスとかレギエナも出てましたね、出てましたが、まあ、シリーズでおなじみのモンスターが、多数登場いたしますので、そちらの方も期待していただけたらと思っております。はい、でまたですね、このモンスターとライダーの絆っていうのがですね、これシナリオ物語の方にも深く関わってくるんですね。うん、はい、そちらもちょっと期待していただけたらと思います。はい、はい、ということで、またモンスターハンターを違う視点からも楽しめる RPG の作品ともなっているモンスターハンターストーリーズ2なんですけども、今日もですね、キャラクターについてもご紹介いただきたいと思います。はい、まずこちらですね、出ますか。はい、レドというキャラクターになります。これですね、プロモーション映像にも出てたと思うんですけど、はい、まあ、シナリオ上 とてもポイントとなる、キャラクターでもあるんですけど、これプレイヤーじゃないですと。はいはい、偉大なモンスターライダーのレドという人物になります。はい、そしてですね、このレドの、オトモンというのがリオレウスになるんですけど、うん、はい、これ以上はちょっと言えないですね。今日キーになってきそうなところですよね。はいはい、そして、プレイヤーの皆さんですね、プレイヤーの皆さんはですね、レドの孫にあたる人物になります。これが主人公の皆様になるライダーです。はい、でですね、このライダーはですね、プレイヤーのライダーはですね、キャラメイクができますので、はい、名前とか容姿を変えたりとかできますので、まあ、自分のご自由でこのキャラがいいなみたいな形でキャラメイクしていただいてプレイしていただくことができます。はい、じゃあですね、ちょっと何種類かキャラメイクしたらこんな感じにもなるよっていうのも出させていただいておりますが、4体、まあ、これも本当に組み合わせでやってはすごい数になるんで、全然違いますね、これの4人だけ見ても。そうです、そうです、もう皆さんご自由にキャラメイクして遊んでいただけたらと思います。そしてですね、今回このライダーは武器も持ってるんですね。で、武器は、今回、
前作もありましたハンマー体験、狩猟笛片手剣というのは登場いたします。さらにこの4種類に加えてモンスターハンターシリーズが武器を2つ、追加する予定になっておりますのでご期待ください。はい、はい、そしてもう一人キャラクター、はい、はい、このエナというキャラクターですね、こちらの方も少しお伝えしたいと思います。彼女の名前ですね、エナという名前です。主人公の旅に同行してくる、キャラクターになります。で、レースから卵を託された竜人の族の彼女との出会いのきっかけとなり、主人公たちの壮大な旅が幕を開けることになるんですね、はい、一緒に私たちが出かける、はい、出かける、まあ、ついてきてるって言ってるんですけどね、はい、同行してくれるキャラクターになります。はい、でまだこのエナに関して、見せてないシーンになるんですけど、はい、1枚持ってきました。これ、はい、ですね、これ光ってるのが絆石っていうものなんですね、はい、でこれは何かというと、ライダーってはこの絆石を使ってモンスターとの絆を深めていくっていうものなんですけど、はい、このエナっていうのは竜人族なんでライダーではないんですけど、なぜか絆石を手につけてますと。なるほど、はいはい、これがどういうことかというのはもちろん言えませんとまた言えません、はい、わ、はい、かりました、はい、まあ、いろんな どういうことなんだろうというのをちょっと想像を膨らませていただいてたらなと思っております。はい、他にもね、あのキャラクター、これあの PV に出てきたキャラクターたちなんですけどいるんですけど、このショッコラの紹介はまた、続報でお伝えしますし、これ以外にもキャラクター出てきますので、そちらも、随時ご紹介できるタイミングで、していきたいと思っております。はい、はい、キャラクターもストーリーも気になるところですが、今日も新しいキャラクターのご紹介ありがとうございました。はい、というところと、あとはですね、先ほどモンスターハンターライズの方の、モンスターハンターストーリーズとの連動要素を考えていますってお伝えしましたが、こちら、モンスターハンターストーリーズ2側でも、モンスターハンターライズの連動要素考えておりますので、はい、こちらも、今後の、情報にご期待ください。はい、さあそして辻元さん、視聴者の皆さん、そしてお待ちの皆さんが、うん、このモンスターハンターストーリーズ2を遊べるようになるのはいつ頃なんでしょうか。うん、はい、そうですね、今ですね、2021年の夏、こちらの発売を目指して開発を進めております。はいはい、あのモンスターハンターのファンはもちろんなんですけど、今回ジャンルでですね RPG というところでしっかりあの作り込んでますので、ぜひあの RPG が好きっていう方もですね、一度この、ストーリーズプレイしていただけたらと思っております。はい、はい、ということで、ぜひ続報とそして発売お楽しみにお待ちいただければと思います。さあということで、もうあっという間なんですが、そうですね、お時間になってしまいました。この後はなんかすごいテンションの平井さんのところに行かないといけないんですよね。平井さんとそれが気持ちが重いんですよ。ショコちゃんの温度差すごいなと思ってました。そうなんですよちょっとそこがね、気がちょっと気持ち重いんですけど、まあまあでも夜ですし生放送です、うん、ちょっとそういう特別な時間もぜひこの後も楽しんでください。まあでも夜のテンションじゃないですよあれ、何のテンションなんですかねまあスペシャルゲストもいらっしゃいますから、はい、そうですね、はい、ぜひこの後も皆さんもお付き合いいただければと思います、はい、さあということで、こちらのパートの方はそろそろ終了となってしまいます。辻元さんからでは最後にメッセージをお願いいたします。はい、今日はですね、モンスターハンターライズとモンスターハンターストーリーズ2、この2タイトル、ご紹介させていただきました。本当にこの両タイトルとも、発表してまだ間もないタイトルでして、まだまだ皆様に説明したいというところもいっぱいあるんですが、今日は、実機のプレイをお届けし しました。でこれからもですね、情報あの皆様しっかり伝えていきますので、情報ご注目くださいということと、各種 SNSのアカウントを持っておりますので、そちらの方もですね、まあ、フォローとかしていただいてチェックしていただけたらと思っております。あのそちらの SNS の方でも、まあ、ちょっとした、短い動画とか出していったりとかっていうのも今考えてますので、あのぜひ注目していただけたらと思います。はい、はい、はい、というわけでこの2タイトル皆様ぜひよろしくお願いいたします。